毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、コスメオタク厳選、7月出会えてよかったコスメ発表していきたいと思います。もしよかったら動画で最後までご覧ください。それでは動画、スタートはい、そうしたら一つ目の商品がこちらです。コスメデコルテアイグロウジェムスキンシャドウです。はい、こちらコスメデコルテの代表商品でもあるアイグロウジェムが今年の7月16日にリニューアルをしました。もうね、このアイグロウジェムの良さは、まず一つ目はなんといってもこれ単色アイシャドウで簡単にテクなしでグラデーションが作れる。で、そんなお手軽な商品なんだけど、これね、質感が湿度があって、そしてね、これツヤめきがめちゃくちゃ上質なね、ツヤ感なので、すごいね、仕上がりが高見えする。なのに、お値段はね、3000円以下で購入できるっていうのがね、まあ、安いわけではないんだけれども、デパコスシャドウの中では比較的買いやすいと思うので、それらをね、トータルしても、本当に神と言わざるを得ない、そんなアイシャドウです。リニューアル前とリニューアル後でパッケージ比較してみましたが、蓋部分に書いてあるロゴが、リニューアル前は英語でデコルテ、リニューアル後はコスメデコルテのロゴマーク、そして中身の容器はリニューアル前はちょっと透け感があるのに対してリニューアル後はクリアな容器に変わっていました。その2点が違いとしてありましたが、その他サイズ感、容量、重さなどは特に変化はありませんでした。リニューアル前の一番人気色 BE387 番とリニューアル後の同じカラーの13番それぞれ手元に出してみるとこんな感じです。正直ね、こうやって並べてみるとあんまりね、違い分かりにくいと思うんですけど、今回のリニューアルで密着力がね、さらにパワーアップしているのと、あと発色とツヤの持続力もね、パワーアップしています。なので機能面は確実にパワーアップはしてるんですけど、仕上がりだけをね、こうやって見てしまうとすごいね、分かりやすい違いっていうわけではないかも。あともう一つリニューアルポイントがあって、それがですね、カラーラインナップが結構変わりました。リニューアル前からね、あったものもあれば、今回のね、リニューアルで新しくね、新登場したカラーも結構あるので、そこはね、分かりやすい違いだと思います。で、私合計3色購入したんですけど、まずね、これ3番ロマンティッククラッシュ、これはね、ハイライトカラーなんですけど、もうね、この3番に関しては店頭のね、カウンターでスウォッチ出してもらった瞬間即買いしました。ちょっとカメラ越しからだとね、これも分かりにくいんですけど、これカラーがね、シェルピンクなんですよ。で、結構大粒パールで、もうつけるだけでめちゃくちゃこれ可愛いです。もう単色だけで十分可愛さを引き立たせてくれる王道可愛いパール系シャドウで、お次こちらが12番のサテンシャイン。私的にね、全色出してもらった中でこのね、色味が一番好きでした。公式の説明文読んでみると、これロゼベージュって書いてあるんですけど、私的にはね、一番王道に使いやすいちょっと明るめのブラウンカラーだと思います。なんか小田切ヒロさんもこのカラーを推しているらしくって、美容部員さんがね、人気カラーっておっしゃってました。で、最後がこちら13番のアプリコットティー。このカラーがさっきもそうって出したんですけど、リニューアル前の一番人気色のこのリニューアル後のバージョンのカラーらしいです。さっき出した12番よりかはちょっとね、深みが出るようなブラウンカラーで、1個前に出した12番よりかはこのね、13番の方が少し深みが出るブラウンカラーになっています。ただのブラウンじゃなくて、少しピンク味も感じるブラウンっていうところがね、このカラーのポイントかなと思う。コスデコのアイグロウジェムはね、リニューアル前からすごく大好きな商品ではあったんだけど、今回のね、リニューアルでよりね、可愛いカラーが増えていたので、まだ持ってないよって方はね、ぜひぜひ今回のリニューアルをきっかけにチェックしてほしいです。もうこれは確実に今月の買ってよかった商品でした。はい、そしたらお次の商品なんですけど、お次もですね、またまたアイシャドウです。それが、こちらルナソルアイカラーレーション20番です。いや、もうこれ、可愛すぎませんか？もうこのルナソルのアイカラーレーションっていうシリーズはね、デパコスのアイシャドウの中でもすごく有名だし、ずっと大人気な商品なんですけど、今月ですね、そんなアイカラーレーションから新色が誕生しました。でもその新色がもう見てわかる通り、イエベ大優勝カラーなんですよ。しかもこれ限定色じゃなくて通常品なんで、もう本当に最高。20番装置を出してみるとこんな感じ。全色にパールが入ってるんですけど、こちら側の2色の方がパール感が強くて、
こちら側の2色の方がパール感が穏やかです。で、発色に関してはこの3色に関してはしっかりね発色されてるものの、イエローのみちょっとね透け感発色になっていました。もうカラー構成がね、イエロー、オレンジ、ピンク、ブラウンっていうイエベがね大得意とするカラーのみで構成されているアイシャドウです。で、ちなみに同じアイカラーレーションのシリーズでもこのね11番サジェージローズをね少し色の構成似てるかなと思ったので比較もしていきます。まあ、すごくざっくり言うとイエロー、ピンク、オレンジ、ブラウンっていうねカラー構成は11番も20番も同じかなと思いました。特にねこのジョーダンの2色に関しては結構ねパッと見は似てるんですけど、一番わかりやすい違いがやっぱオレンジの部分ですね。11番サジェージローズの方がちょっと赤みっぽいようなオレンジで、今回の新色20番の方が王道のねザオレンジカラーになっています。そっちで比較してみると違いはこんな感じです。まあ、パッと見ね似てはいるんだけれども、まあ、こうやって比較をしてみると、例えばピンクだと11番の方がピンク味がちょっと強くて20番の方が赤みが強い感じの発色です。オレンジに関しては11番の方がやっぱ赤みが強くて20番の方がより黄みが強い感じですね。あと仕上がりのツヤ感もね結構違いがあって、11番の方はなんかサテンっぽいようなつるっとしたツヤ感が多くて、今回の20番の方は結構ねパールっぽいようなツヤ感なので、つるっとした質感っていうよりかは濡れ感のあるようなキラキララメラメした仕上がりになっています。それはね結構違いが分かりやすいかも。実際新色20番で目元仕上げてみるとこんな感じです。もうこの20番に関してはね、イエベの人は絶対に漏れること間違いないので、ぜひぜひねチェックしてみてください。はい、そしたらお次紹介する商品がこちら、ケイトのダブルラインエキスパートです。この商品はですね、一部店舗とあとウェブで販売されているケイトの新商品なんですけど、一体何かっていうと、まあ、一言で言うと血色感のある涙袋ライナーです。で、一応この商品全3色展開なんですけど、私が持ってるのがスケオレンジカラーの OR11番とスケパープルカラーの PU1 番になります。で、なんでこの涙袋ライナーが今月の出会えて良かった商品にランクインしたかというと、この涙袋ライナーですね、もう本当にさっと引くだけで簡単に目元にね馴染む。なんかさ、涙袋ライナーってものによってはちょっと色の調整をしないと逆になんかクマっぽく見えてしまったりとか、あとなんかちゃんとぼかさないとなんかここに線を引きましたっていうなんか線のね感じがすごい強調された仕上がりになるものとかあるあるかなって思うんですけど、これに関してはね本当にもう開けてスッって引くだけでなんかねすごい馴染むんですよね。だからなんかすごいテクなしで簡単に涙袋が作れるから便利だし楽っていう感じでした。筆先はこんな感じ。特別ねサイズ感が細いとか小さいではないんですけど、結構これ腰はあるので描いてる時のねブレは少なかったです。 OR1 番と PU1 番それぞれ手元に出してみました。より自然な仕上がりが好きな方はこっちの OR1 番がおすすめで、仕上がりに目元の透明感を上げたい方はこっちの PU1 番がおすすめです。発色はこの通り結構透け感強めカラー。そしたらこっち側に OR の1番をこっち側に PU1 番で涙袋ラインを描いていきます。はい、それぞれ仕上がりこんな感じ。私もともと少し涙袋があるのでビフォーアフターの違いちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、でもねもう確実に描いた方がね涙袋のぷくっと感は増しましたよね。今特にこっちの下まぶたの方にアイシャドウとか涙袋コンシーラーを何も描いていなくて、涙袋ライナーのみをね引いちゃったので少しまあ浮いてるって思うかもしれないんですけど、ちゃんとねこのアイシャドウとか涙袋コンシーラーをさらに重ねるとね、このアイライナーより自然にねこれ馴染みます。ちなみにオレンジとパープルの仕上がりの違いはこんな感じです。まあ、こうやって比較するとこっちの方が気持ちちょっと馴染んでるかな。逆にこっちの方が少し影感は強くなってる気がします。ちなみに下まぶたにアイシャドウとかもつけて仕上げると仕上がりはこんな感じになります。
こういうねオレンジとかパープルの涙袋ライナーって聞くとね、一緒に馴染むのってね思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はね意外と馴染むので、王道のブラウンとかグレーの涙袋ライナーに飽きてきた人はね、ぜひぜひこちらチェックしてみてください。はい、そしたらお次紹介する商品がこちら、トーンのアイブロウニュアンスカラー3番です。そう、この商品だけですね、販売が8月9日なので、この動画が、ね、出てる時にはまだ未発売の商品かもしれないんですけど、トーンから今年新しく誕生するアイブロウマスカラです。でこれですね、全3色展開だったんですけど、私はねこの3番の色味がめちゃくちゃ絶妙で、もうすごいねみんなにおすすめしたいなと思いました。はい、出してみるとこんなカラーなんですけど、なんかブラウンはブラウンでも少しねレンガっぽいような発色なので、まあ、カラーマスカラまではいかないものの、普通のねやっぱブラウンカラーよりかは抜け感、そしてシャレ感がね出るようなカラーになっていました。しかもですね、このアイブロウマスカラ、まあ、カラーがね一番気に入った要因ではあったんですけど、質の面でもねすごく優秀で、これ眉につけるとマスカラ液がリキッドからねパウダーに変化する処方になっているので、色はしっかりと発色してくれるんだけど、ふんわりとした仕上がりがね実現する、そんな処方もね採用されていました。そしたらじゃあまずはこちら側半眼のみにアイブロウマスカラをつけてみます。はい、つけるとこんな感じです。すごい絶妙な違いなんですけど、つけた側の方が少し抜け感アップしていませんか？ちなみにブラシの形もですね、このように毛が密集しているコンパクトサイズのブラシになっているので、一本一本細かく塗ることもできるし、塗ったことでね少し眉全体の立体感もアップする仕上がりになります。カラーアイブロウマスカラってほどまではいかないんだけれども、普通のアイブロウマスカラよりかはね、ちょっとまあニュアンスですけど変化が出る商品なので、普段使ってるアイブロウマスカラからね少しも変化をつけたいなっていう方はこちらの商品ぜひチェックしてみてください。はい、そしたらお次紹介する商品がこちら、博報堂のマスカラコームです。そう、この商品なんですけど、私的にね隠れた名品を見つけたって思いました。この商品こんな形をしてるんですけど、実はねこれマスカラコームなんです。普通マスカラコームって聞いて連想するイメージはこういう素材やこういう形のものが多いかなって思うんですけど、こういうタイプのマスカラコームってもちろんね全然使いはするんだけれども、デメリットとしてなんかダマと一緒にマスカラ液も結構ガッツリ取れちゃうなだったりとか、あとはマスカラが乾いてきた後にこういうコームを溶かすってなると、マスカラがなんかパリパリ固まりすぎちゃってちょっとコームが溶かしにくいっていうねデメリットとかもあったかなって思うんですよ。なんだけれども、今回ね見つけたこのマスカラコームに関しては比較をするとね比較的そういったデメリットをね感じにくい特徴になっていました。ちなみに毛先をアップにしてみるとこんな感じ、扇形になっていてサイズ感はね結構小さめです。親指と比較するとこのぐらいのサイズ感。これ使い方はねすごくシンプルなんですけど、じゃまずはね一旦あえて少しダマになりやすいなって思っていたマスカラでちょっと全体的につけていきます。はい、ちょっとねオーバーなんですけど、あえて意識して汚く塗ってみました。今の状態だと結構ねダマダマしてると思うんですけど、そしたらこのマスカラコームをダマが気になってるところに向かってスッスッスッと溶いていくだけです。だからまあ普通のマスカラコームと使い方は全く同じなんですけど、なんかね感覚としては本当ダマだけをスッと取ってくれるような感じで、平均的なマスカラコームよりもねそのマスカラの持って液具合が少ない気がするんですよね。はい、ちなみに今このマスカラコームでダマを簡単に取ってみると仕上がりこんな感じに変わりました。マスカラのダマをとにかく綺麗に取り切りたいっていう方からしたらもしかしたらちょっとね物足りなさを感じるかもしれないんですけど、でもね使いやすさで言っても私的にはねこっちの普通のマスカラコームよりかはこっちのブラシタイプのマスカラコームの方がねより使いやすいなとも感じたので、こっちのタイプのマスカラコームにちょっと不便さとかね使いにくさを感じてる方はぜひぜひねこちら一回試してみるのもおすすめしたいです。私はこの商品博報堂のオンラインストアで購入しました。はい、そしたら最後に紹介する商品がこちら、アディクションのザ・リップスティックエクストレムシャインの新色5色です。アディクションの人気リップから今年の秋にですね新色のこの5色がね新登場するんですけど、これがですねめちゃくちゃ優秀でした。まずこのリップの特徴はですね、なんといってももうねリップクリームを
を塗ってるんじゃないかって思うぐらい、とにかくねこれすごくしっとりします。でこの潤い感をしっかりと持続してくれつつも、このリップですねティントではないんですけど、普通のティントじゃないリップと比較をすると色持ちがね結構良かったです。あと最後はですねこの新色5色どれも外れがないぐらいすごい当たりカラーの新色揃いだったので、その3点から今月のお気に入りに選びました。パッケージはマグネットタイプになっています。で繰り戻し可能なタイプのリップスティック、新色の5色を手元に出してみるとこんな感じ、107番のみ限定カラーになります。ティッシュオフをしてみると、はいこんな感じ。そうさっきもねお伝えしたんですけど、これねティントではないんですけど色持ちね結構良かったんですよね。まあ、ティントほどめちゃくちゃ持続するっていうわけではないけれども、軽いね印色程度だったら色はね残ってくれるタイプのリップでした。その中でも一番お気に入りだった18番のカラーを実際口元につけてみると仕上がりこんな感じです。塗り心地の良さ、そして潤い感、適度な色持ち、これらね3点が揃っているリップだったので、そういったリップ探してる方にはこの商品すごくおすすめです。はい、以上でコスメオタク厳選8月出会えてよかったコスメの紹介終了になります。いかがだったでしょうか。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それでは皆さんまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。はい、ということでここからはおまけ映像になります。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。はい、そしたらですね今日の着ているお洋服紹介をしたいんですけれども、引いてみるとこんな感じです。このトップスはももちがねプロデュースをしているリルアンビションのものになります。ちょっとねニットタイプになってるんですけど、このね袖のフリフリとこのデザインも含めてめちゃくちゃ可愛いですよね。でカラコンに関してはいつもと同じくチューズミーのピーチブラウンを今回も愛用しておりました。もうねいよいよ8月にも突入しますが、皆さん熱中症にはねしっかり気をつけて、2023年残りわずかね一日一日大切に過ごしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。